った僕らはただ何かのせいにして夢を夢のままにした。僕は悪くないからと胸に刺さったナイフをもう何回も何回も立ち上がをしてた。さよなら夢に震えた幼き人、憧れたヒーローに生まれやしないんだ。現実に叩き起こされた時に理想郷は離れて崩れ落ちてきた。どこで間違えたの、理想と現実の狭間の中で